私たちも出勤の時間ですね。うん、頼んだぞアーニャ。アーニャ頑張る。いってらっしゃいませ、ベッキーお嬢様。お嬢様。あら、アーニャちゃん、ごきげんよう。お嬢様、お城に住んでる？そんなわけないでしょ。ここがリビングルーム。え、玄関脇の収納スペースじゃなかったの？あんた、スクールバスなんかで来たの？今度からうちの車で一緒に送り迎えしてあげてもいいわよ。アーニャもお嬢様になれる。ゲームとはなんだ、失礼なやつめ。いやん、朝からうるさい。待て、お前の仲直りに世界の平和がかかっている。ちゃんと謝るんだぞ。アーニャ、昨日ミッションファウル、We'll get him next time。あんな奴らと喋ったってバグが映るだけよ。世界平和が。学校において仲良しグループの形成は初動が最も肝心。何としても今日中に和解させねば。なんていうか、あの子でしょ、暴力振るったって。怖い、超ヤバ。隣の子も不良仲間。いきなり理由もなく殴りかかってきたんだろ、ヤバくね。ただの噂話だって。あんなのと同じクラスとか勘弁しろ。私も殴られたらどうしよう。学校怖い。だろうな。人間って浅はかよね。表面的な情報でしか物を見れないっていうか。スマート&エレガント。お前頭いい人？そんなことないけど。あー、なんだか寄ってきちゃった。っていうか、お前じゃなくてベッキーって呼んでよ。私たちもっと仲良くなりたいな。私だけはアーニャちゃんのいいとこちゃんとしてるもんね。サンキューソーマッチベストフレンド。ああいう人たちって本当マジ、あいつら近寄ると学校怖いけど大丈夫な気がする。エレガント、その友情プレシャスエレガント。よし、